笹尾東四丁目自治会長の出口です。笹尾東四丁目民生委員の橋本です。笹尾東四丁目民生委員の佐々木です。ここは笹尾東四丁目集会所にて毎月1回開催されておりますお茶しませんかです。お茶しませんかは地域住民同士の交流のほか、情報共有の場にしようと民生委員を主体として自治会の協力のもと平成20年の7月から毎年開催されているものです。カフェでは参加したおよそ30人の地域の皆さんがコーヒーを飲んだりお菓子を食べながら会話に花を咲かせて交流を深めていました。お茶しませんかは女の人たちがねおしゃべりするところがないっていうことを言われて、それを聞いて最初に始めたんですけれど、参加してくださった方ができることをみんなで協力してこの会を進めていこうということで、お茶を入れたりもうお花なんかも実習的に持ってきてくださってきれいに立てていただいたり協力してやっております。だから私たちは準備をするだけで、あとはみんな参加者がやっていただいております。もっともっと男の方も来ていただいたり、若い方も来ていただきたいと思っています。でもやっぱりお家にこもってないでね、こういうところで月に1回ですけれど来ていただいて、いろんな刺激を受けてもらうといいかなと思っております。なかなかその内容を変えてね、変わったことをやるというのは難しいんですけれど、月1回だけどお茶しませんかに来るとおしゃべりができて楽しいわっていう場所を持続していきたいと思っています。来月のお茶しませんかは6月の8日水曜日に予定しております。どうぞご近所お誘い合わせの上参加してみてください。来月は六波の神殿の六段カフェです。皆さんお楽しみに。